いかがお過ごしでしょうか。今日は芝で生まれてという曲、短い可愛らしい曲をお聴きいただきます。はい、芝で生まれてでございます。はっ、いかがでしたでしょうか。三味線の世界には楽しい世界が広がっております。三味線を聴く楽しみをあなたも広げてみてくださいね。メール通信もお役立ていただけたら嬉しいです。メール通信のご案内はこの動画の概要欄にございます。それではまたお目にかかりましょう。